久しぶりにお散歩中に動画を撮ってます。ちゃんと撮れてるといいんですけど、私の iPhone 古いのでわからないです。昨日は藤井聡太二冠の叡王戦第2戦だったんですけども、もちろんずっとそれだけをもう何時間も見てるってことじゃなく、いろいろと今すごく忙しいので作業をしながら、まあ叡王戦がついているっていう感じで見てたんですけども、最後はもう夜遅かったんで見ながら寝落ちして、聡太くんの一手ミスをした後、形勢が全然逆転しちゃった後、しばらく見てて聡太くんの投了でコンピューターを落としました。よくね、藤井聡太ファンたちは負けることに慣れていないのでという、確かにそれはあると思うんですけども、ずっと最初から危なげのない指し回しでね来たので、たった一手でああいう風になってしまうということに非常にショックを感じ、はっきり言って立ち上がれない感じでした。そして私が一番やっぱり気になるのはですね、先輩方の解説をしてらっしゃる棋士さんたちが、聡太くんが劣勢になると色めき立つのですね。これは面白くなったと、なんていうのでしょう、やっぱりああいうおじさんたちも心のどこかで絶対藤井先生のに対して のジェラシーを感じてると思うので、そういうところが見えちゃうと、もうなんか私はその将棋とかっていうそういう概念を超えてもその場所にいるのがすごく辛くなってしまうのです。なんか深浦先生が解説するときってあんまり聡太くんにとって良くない日のような気がします。まあ深浦さんにはここ一番のところで負けているし、なんか、あとカツラを飛ばす先生も私あんまりちょっと好きではないというか苦手なタイプ、自分が強い先生なので、まあ、三枚堂さんももしかしたらの、聡太くんにやきもち焼く部分もあるかもしれないけど、三枚堂さんはあんまりはしゃがないタイプ、まあ、可愛い女性女流棋士さんたちが何だろう、聞き手だったりするとちょっと盛り上がったりするけど、 We just came back from that way, Yuki. あと最近あんまりよく見ないんですけど、増田さんがいいですね。増田さんの解説が一番好きかな。あとそうだな、レオ先生も、レオ先生の解説もいいし、高見さんもまあまあいいけど、彼もおとなしいけど結構自分は強いと思う。でもなんか本当に一手で聡太くんが負けちゃって、もう立ち上がれない気持ちになって、感想戦もまだ見られていないんですけども、なんかもう好きでいることが辛いというところに来てしまいましたね。